アリアドなんかディムナシール・アルタメーミは、イラクのサッカー選手。イラク代表。ポジションは DF。2013年に、アジア年間最優秀ユース選手賞を受賞した、選手で、アジアのガレスベール、イラクのロベルト・カルロスといった異名を取っている。また、イラクのサッカー選手としては初めてイタリアのクラブに、移籍した選手である。あるシャバブ・スタジアムの向かいに位置する巧妙なアンモババ。 フットボールスクールを5年で卒業した。在籍する生徒の中では最も若い部類であったが、その後若手育成に定評のあるアルザウラー SC に移籍する成長を遂げた。このアルザウラー SC は、かつて彼のおじが在籍したクラブでもある。さらにその後、アルクーは、あるジャウイーヤに移籍し、バグダード FC に加入した。バグダード FC では、ヤヒア・アルワン監督によって、 トップチームに昇格した。比較的若い年齢での昇格であったが、その後クラブの層の厚さから再びユースに戻った。2010年にカリム・クルディが監督に就任するとトップチームでレギュラーの座を掴んだ。レギュラーとして出場を重ねるうちにより良い選手となり、彼の憧れであったバシム・アッパスを控えへと追いやった。彼は、 バグダード FC 在籍中に合計7得点を挙げ、そのうち2点は2010から11シーズン、3点は2011から12シーズン、2点は2012から13シーズンであった。2013年冬の遺跡市場で、サウジアラビアのあるイテハドから、アナス・シャルビニの後継として、オファーが来たものの、彼の代理人が、この遺跡を遂行できず、破断に終わった。 彼自身はサウジアラビアへの移籍を望んでおり、交渉もしていたが、サウジアラビアのビザを取得するのに2日かかり、その間に移籍市場が閉まってしまったために、この移籍は破断となってしまった。2013FIFAU-20 ワールドカップ中には、複数のクラブからの興味が寄せられ、それらはトルコのガラタサライ SK、ブルサスポル、チャイクルリゼスポル、 スペインのセビージャ FC、イングランドのアーセナル FC、イタリアのジェノア c FC、A3 ボルノカルチョ、カタールのアルガラファといったクラブであった。7月12日にはガラタサライが交渉の場に着いたことが報じられた。当時のガラタサライは前シーズンで課題となった、左サイドバックは補強したく、彼に交渉を持ちかけた。2013年9月28日、 ガラタサライ SK 戦でのアリアドナ2013年8月1日に遺跡金65万ドルの5年契約でトルコのチャイクルリゼスポールに遺跡。背番号は53番を選択。この番号はクラブの設立年である1953年に合わせてのものであった。彼はこのクラブについて我が家のようであると述べている。同年9月1日にスユペルリグ初得点を達成。 カイセリ LGS スポール戦の7分、長距離のシュートであった。14日には、ガズイアンテプスポールから35メートルのフリーキックで、得点し、2得点目を挙げた。初得点を挙げた傍らの9月2日には、SSC ナポリが700万ユーロで、チャイクルリゼスポールから5年契約で獲得を試みた、ものの、チャイクルリゼスポール側に拒否された。さらに9月10日には、 トルコのメディアがガラタサライが冬の遺跡市場で再び彼の獲得に動く可能性を報じた。その後2014年6月には AS ローマやチェルシー FC からも関心を抱かれた。2015年7月1日にはウディネーゼカルチョと5年契約で調印したことを発表した。これによって彼はイラク人選手として初めてセリエ A に所属した選手となった。 コッパイタリアのノバーラカルチョ戦で初出場3から1の勝利に終わった。セリーエ A 初出場は毎シーズン王者のユベントス FC 戦で1から0の勝利となった。セリーエ A 初得点はジェノア戦でフリーキックの得点であったもののこの試合は2から1で敗北となった。2018年8月17日アタランタ BC へレンタル移籍。ジーコ監督時代には 代表に選ばれていなかったものの、給与未払い問題によって監督がハキム・シャキルに変わると、彼のユース時代の監督であったことも、相まって代表に選出、2012年12月3日のバーレーン、代表戦で代表初出場。創立11年目であったアンも、ババフットボールスクールの卒業生として、初めての同国代表選手となった。その後、 西アジアサッカー選手権2012で彼は、同国最高の左サイドバックとしての不動の地位を築いた。2013FIFAU-20 ワールドカップでは圧倒的なパフォーマンスを見せた。イングランド U-20 代表戦では激烈な印象を与えた。1から2で負けていた93分に彼はサイドから中に切り込むと、 イングランドの守備相手にトリックを使って軽やかに突破、ゴールにボールを流し込んだ。その運動量の多さとペナルティエリアの外側からも、シュートを打てる、決定力、そして体幹の強さはこの試合を見ていた、ヨーロッパクラブのスカウトの関心を引きつけた。代表初得点は、AFC アジアカップ2015予選の中国代表戦で、この試合は3から1の勝利となった。 本戦にも出場し、イラン代表戦ではアシストを決め、イラク代表の勝利に貢献した。彼はイラクにおけるイアンハートである。高身長と強い体を持っていながらも速い選手であり、イラクのカウンターアタックの哲学を特徴づけている。トルコメディアにはガレスベールの再来、アジアのガレスベール等と称された。彼は攻撃的な左サイドバックであり、強いフィジカルと、 強烈な長距離のシュート能力も持ち合わせている。さらに速度もあり、相手のミッドフィールダー、ディフェンダーを簡単に追い抜いていく総力を見せている。また、左ウィンガーとしても活躍でき、正確なクロスやフリーキックで得点を狙うこともできる。その攻撃力の高さは尋常で泣いた方、守備でも活躍しており、イラクの未来のスタートの呼び声も高い。 1993年12月19日にイラクの首都バグダードで生まれたとされているが、1991年に生まれたという報道もある。父やおじもサッカー選手であった。父のアドナンカディムは、AFC ユース選手権19 1977、1977FIFA ワールドユース選手権に出場した選手であったが、A 代表には選出されなかった。叔父のアリカディムは、 イラクエ代表での出場経験もある有名なストライカーで1970年から1980年にかけて35得点を代表として獲得した。この記録はフセインサイードが現れるまで破られなかった記録であった。彼自身は選手としては攻撃的な左サイドバックである。そして彼自身も父親をスターであり、教師でもある存在として認識しており、 バグダード SC 時代には、父が感染に来ることもしばしばであった。A 代表での特典一覧。ありがとうございます。